ディアム・ウィリアム・ピーター・ミラーは、アイルランド共和国・コーク出身の、元同国代表サッカー選手、ポジションはミッドフィルダー。セルティック FC でキャリアを開始する。2001年のオーフス GF への期限付き移籍を経て、2003から04シーズンから出場機会を得ており、2004年に、セルティックから新契約を提示されていたものの、それを拒否して、自由契約選手として、 マンチェスターユナイテッド FC と契約をする。マンチェスターユナイテッドで公式戦22試合に出場後2005から06シーズンには期限付き移籍でリーズユナイテッド AFC に加入した。2006年からサンダーランド AFC に在籍した後は2009年1月に出場機会の問題から。 クイーンズ・パーク・レンジャーズ FC と契約して2008から09シーズン終了に伴い対談する。スコティッシュ・プレミアリーグの2009から10シーズン開始時に自由移籍でハイバーニアン FC と契約し、ハイバーニアンとの契約満了後は A リーグへ渡ってパース・グローリー FC と契約した。アイルランド共和国代表としては2004年のチェコ戦で初出場を飾っている。 熱狂的なセルティック FC のファンで、スコットランド人の父の下、男4兄弟の末っ子として、アイルランド共和国のコーク郊外にあるバリンコリグに生まれ、コーチフォードセカンダリースクールを卒業する。アイドルは、同じコーク出身のロイ・キーンである。セルティック1997年に、セルティック FC の下部組織に入団し、2000年5月21日の、 ダンディー・ユナイテッド・ FC 戦でプロ初出場を飾り、8月24日に UEFA カップ初出場となったルクセンブルク・ナショナル・ディビジョンの AS ・ジュネス・エイシュ戦で途中出場から64分に得点を挙げた。翌2001から02シーズン中の2001年12月17日に同僚のマイケル・ドイルと共にデンマークス・ーペル・リーガのオーフス・ GF に シーズン終了までの半年での期限付き遺跡で加入すると最終戦前の FC コペンハーゲン戦で後半早々にピーター・クリスティアン戦への行為からレッドカードによる退場処分を受ける後味悪いものだったが中心選手として18試合にプレーしたのが認められ30万ポンドでの完全遺跡が提案されていた2003年10月18日のハートオブミドロシアン FC 戦でスティリアン・ペトロフのシュートを相手 GK がこぼしたところに反応して9分にスコティッシュプレミアリーグ初得点を挙げ50分には2得点目を記録すると UEFA チャンピオンズリーグ2003から04のオリンピックリオン戦でも得点を挙げることに成功し主力として活躍を見せていたことから長期契約を提示されたしかし2004年に1月にプレミアリーグの マンチェスター・ユナイテッド FC と事前契約を締結することを選択し、この動きにミラーを中心として新たなチーム作りを構想していたマーティン・オニール監督は大いに失望することとなり、セルティックファンの怒りを買うことになった。マンチェスター・ユナイテッド2004年7月1日に自由契約選手としてマンチェスター・ユナイテッド FC に参加し、10月26日の フットボールリーグカップでのクルーアレクサンドラ FC 戦で移籍後初得点を挙げる。ユナイテッドでの1期目は出場機会はあまり訪れず、全体としてもわずか22試合の出場にとどまっていたが、後にミラーは、マンチェスターユナイテッドでは確かにうまくいかなかったが、移籍したことには後悔していないと語っている。2006から07シーズン開幕前の2006年7月には、 出場機会を得るために、ミラーが一旦クラブから去ることを許可されていると、デイリーテレグラフに報じられており、シーズン前の南アフリカツアーでは、多くの主力が欠けていたにもかかわらず、16日のオーランドパイレーツ戦に唯一控えに入ったのみの状況からアレックス・ファーガソン監督の構想外であることが判明し、8月31日に、元同僚のロイ・キーン監督率いるフットボールリーグ、 チャンピオンシップのサンダーランド AFC へ自由移籍で3年契約を締結した。ユナイテッドでの2期合計のリーグ戦出場数はわずか9試合であり、2013年5月にマンチェスターイブニングニュースが評価、掲載したファーガソン監督が獲得した99人の選手のリストでは10段階中にとされたように失敗したものだったと判断されている。 ユナイテッドでの出場機会は稀であり、わずかな中で出場した、ミドルズブラ FC 戦では3-4で敗北後に、自身のアイドルであるキーンから批判される苦しい時期を、過ごしていたところ、2005年11月4日に、フットボールリーグチャンピオンシップのリーズユナイテッド、AFC へ3ヶ月の期限付き移籍をすることになり、1月6日には2005から06シーズン終了まで期限を延長された。 リーズでは途中加入ながらも主力を務めており11月19日の敵地でのサウサンプトン FC 戦で決勝点を挙げる活躍を見せ昇格プレイオフではプレストンノースエンド FC を3から1で下して決勝戦までの進出に貢献したがワトフォード FC との決勝戦に敗れてプレミアリーグ昇格を逃したエランドロード滞在中には28試合1得点を記録した サンダーランド・アイルランドへのプレシーズンツアーのコークシティ FC 戦でプレーするサンダーランド AFC 時代のミラー・サンダーランドでは2006年9月9日のスタジアム・オブ・ライトでのダービー・カウンティ FC 戦で初出場を飾り次のリーズ戦では14ヤードもの距離から初得点を挙げる2007年1月6日の FA カップでのプレストン・ノース・エンド戦では デビット・ニュージェントへのファウルによって2枚目のイエローカードを提示されて37分に退場となった。昇格に成功した2007から08シーズンでも引き続き主力としてプレーする中、2007年9月22日のミドルズブラとのティーズウィアダービーで89分に20ヤードの距離からプレミアリーグでの初得点を挙げると、好調を見せていたが、12月8日のチェルシー FC 戦で、 ジョン・テリーエファールをすると、それに対して、文句と膝を軽く蹴ってきたクラウディオ・ピサーロの顔を叩いたことで、キャリア二度目となる退場となった。2008年2月29日、練習にたびたび遅刻していたことで、キーン監督の怒りを買ったことで放出リストに名前を書き込まれると、元、サンダーランドのダニー・リキオ・カール・ロビンソン、アンディ・ウェル氏とつながりがある、トロント FC への移行が噂された。 QPR2009 年1月にフットボールリーグチャンピオンシップのクイーンズパークレンジャーズ FC から期限付き遺跡での獲得の噂が流れるとサンダーランドのリッキース・ブラジア監督も QPR からリアムに関心を寄せられているから何かが起こるかもしれないと語っておりその結果として15日に2008から09シーズン終了までの契約で完全遺跡となった 28日のブラックプール FC 戦で初出場を飾り、加入からわずか半年後の5月19日に対四4人と共に放出されることが発表された。ハイバーニアン夏の遺跡史上最終日である2009年8月31日を迎えても所属先が見つからなかったため、フィットネスを維持させるためにアイルランドのクラブで練習する日々を過ごしているところを、 スコティッシュプレミアリーグのハイバーニアン FC を指揮するジョン・ヒューズ監督の目に留まり、9月11日に2年契約を締結した。すると、10月31日のアイスブロックス、スタジアムでのレンジャーズ FC 戦でのプレイに、クレアム・スピアーズ記者からキング・オブ・ヒブスと記述されたように、すぐさま地位を確立し、そのパフォーマンスは2009年10月度の月間。 最優秀選手賞受賞へとつながり、最終的に年間ベストイレブンに選出された。しかし、翌2010から11シーズンには、自身のパフォーマンス悪化に連動して、チームも低迷し、ヒューズ監督も解任される事態となり、コリン・カルダーウッド監督が新就任したことに、伴って、マーティン・スコット・マットソーン・ヒル、ビクトル・パウルソンの新たなミッドフィルダー3選手が、 獲得されると、2試合連続で先発を外されることとなった。その決定を下した党のカルダーウッド監督からは、トップレベルの選手に復活することを望みたいと期待をかけられており、ミラー自身もチームに残留を希望したいと語っていたが、契約延長を勝ち取ることができずに6月に対談が決定した。パースグローリー2011年6月3日に、 A リーグのパースグローリー FC と2年契約を締結する。9月24日のシドニー FC との2010-11シーズン開幕前での親善試合でハムストリングを痛めたことによって運ばれる事態となり、シーズン開始時に間に合わないことが危ぶまれていたが、アデレードユナイテッド FC との開幕戦に出場して、以降、中盤でジェイコブ・バーンズと連携して創造性あるプレーでチームを支え、 1>, 1月29日のアデレードユナイテッド戦で初得点を挙げた。同シーズンのレギュラーシーズンを3位で終えた末に進出したファイナルシーズンではブリスベンロアー FC との決勝戦まで進出しているが試合終了間際にベサルトベリジャを倒したことでペナルティキックを与えてしまいこれによって敗戦となった。しかしこの判定に対して 同僚のバーンズやスティーブ・パンデリディスやファーガソンは、あれは PK ではない。デリシャがシュートを空振りした際に転んだと非難し、評論家のマーク・ルダンも同意する一方で評論家のマーク・ボスニッチやロビー・スレーターは、審判を擁護し、議論を呼んだ。2013年4月17日、2012から13、シーズン終了後に、クラブから契約延長を提示されたことにもかかわらず、 それを拒否したことで、在籍日記で50試合に得点を記録した、パースグローリーでの滞在が終了することが決定した。ブリスベンドアー2013年5月22日に、ブリスベンドアー FC と2年契約を締結した。ミラーは、2013から14シーズン開幕前に、ブリスベンの選手として、アンジェ・ポステコグル監督によって、A リーグ選抜に選出され、7月20日に、 フルスのマンチェスターユナイテッドと対戦した。ブリスベンでは、マットマッカーへと連携し、すぐさまチームに馴染んだプレーは同僚に感銘を与えていたが、10月25日のメルボルンビクトリー FC 戦で後半にふくらはぎを痛め、12月5日のアデレードユナイテッド戦までの約1ヶ月復帰に時間を要した。その後、レギュラーシーズンを首位で通過し、ファイナルシーズン決勝で、 ウェスタンシドニーワンダラーズを下して、タイトルを獲得した。ブラジル戦でのミラーアイルランド代表としては、U-16 代表時代に1998年の UEFAU-16 欧州選手権決勝で U-16 イタリアを下したメンバーの一人で、あり、旧試合に出場した後に U-21 代表に選出された。 UEFAU-21 欧州選手権2002予選では2002年10月の U-16 スイス戦2003年4月の U-16 アルバニア戦でそれぞれイエローカードを提示されて出場停止になっていたにもかかわらず6月の U-16 アルバニア戦で起用されたことでアイルランドサッカー協会は失態を認め UEFA に謝罪する事態が起きていた 2003年11月に親善試合でのカナダ戦へ向けて A 代表に初招集されたがハムストリングの負傷の影響から未出場となり2004年3月31日のチェコ戦でマット・ホランドの代役としてベンチ入りをしギャリー・ド・ハーティに代わって70分から初出場を果たし2006年3月31日のスウェーデン戦で25ヤードの距離から初得点を挙げた 2009年夏に所属先が未定だったにもかかわらず、ジョバンニ・トラパットー監督によって定期的に招集されており、これに対してミラーはチームに自分を招集する必要はなかったと思うが、監督には非常に感謝しているし、嬉しかったと語っている。2017年11月、水岩発祥を公表した。2018年2月9日、死去。36歳の若さだった。 U-16 アイルランド代表セルティック FC サンダーランド AFC ブリスベンロワー FC ありがとうございます。